ステファンとシェフステファンとシェフは、ブルガリアの軍人。不評大将、スタラザゴラ出身。第8抗尾義勇隊の義勇兵として1877年から1878年のロト戦争に従軍。1879年、ソフィアの軍事学校で教育を受け、第6不評スタラザゴラ義勇隊に配属。1881年、アレクサンドル校の自重となる。 1884年から第7、不評プラ人気優待の中隊長。1885年のセルビア・ブルガリア戦争時、第3不評武人連隊を指揮し、その後、第3不評武人連隊を一時的に指揮。1890年から第7不評プレスラブ連隊、第8不評宴会連隊を指揮し、1899年から第2トラキア不評師団、第2旅団長。 1909年から第一ソフィア、不評師団長。1912年から1913年の第一次、バルカン戦争時、第一師団を率いて、トラキア戦区で行動し、下地権利及びセリオルで勝利を収め、チャタル人陣地の戦闘に参加した。1913年の第二次バルカン戦争時、第五軍司令官となり、キュステンジルで行動した。終戦後、 第3軍管区、1915年、第5軍管区を指揮。ブルガリアの第一次世界大戦参戦後、第5軍管区に基づき、ルーマニアとの国境を担当する、第3軍が編成され、その司令官となった。ルーマニアの参戦後、第3軍は、第1ソフィア、第6武人不評師団、第1騎兵師団により増強され、約14万人の兵員を数えた。 1916年12月、ステファン・エレゾフ将軍と交代。1918年、マケドニア総督に任命され、1918年6月、ストルムで行動する第四軍を指揮した。1919年、退役。1877年から78年の解放戦争、1885年戦争書簡、等の著作がある。ありがとうございます。